でもどこで行ったっけなんか、でっかい池とこまで行ったかな。すごい、奥が深い。なんか、割と思ってたよりも難しいゲームでしたね。ちょっと、リトライがまたできるかどうかわかりませんが、はい、一応セーブしてあります。今回は何をやるんでしょう。というわけで、もう早速呼びますか。はい、今月のゲスト、そしてまげちゃんです。イエーイ、ようこそ。ありがとう、来ちゃった。同じ髪型だ。そう、同じ服マリアとは、私に天使が舞い降りたで共演しております。白崎花ちゃん役で、私星神奈役でいました。会うのは久々久しぶり2、3ヶ月ぐらいですかね、っていう感じで、ちょっと今日はマリアとだったらこれやりたいなっていうのを選んできましたよ。なんでしょう。なんでしょう。その前に衣装紹介です。はい、今回もすごいおソロコーデになってます。じゃあマリアから回ろうかな。回るの？回る。どうぞ。これね、ちょっとピンクがかったスリアシャツっていうんですか、これ素材は。これまたね、夏にぴったりな素材で、バリエール、いいね。こういうね、こういう格好もまあしないよね。もう全然しないから新鮮で、めちゃめちゃ似合ってる。やった、ありがとう。で、髪の毛もおそろでーす。はい、私はじゃーん。はーい、はい、今日は靴持ってます。ではやってまいりましょう。はい、じゃあ手を振る。そう、マリアとのいただかれ頼ます。諦めじゃなくて、ほらいざまいやがれ。さっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、今月のプレゼントあります。楽しみにしててください。はい、ではでは今月のお題は経験があるということを耳にしまして、そうですね。なのでジュンルンと一緒に、ハモネプ的なことができたらなって思ったんです。なるほど。ハモネプ知ってる？ゆかちまるに聞いて初めて知った。知らない世代だ。知らなかった。ギリギリ知らないのかもな。多分このね、あるんだろうな、境界線が。というわけで、ちょっと2人だけなんだけど、ちょっとなんとか駆使して、いろんなパートをこう担当して合わせたものをちょっとどうなるのかなっていうのをやってみたいと思います。ます。はい、やる曲は発表してください。桜です。イエーイ。はい、有名な森山直太朗さんの桜読書をやりますよ。やります。はい、
じゃあ、ワンコーラス、ワンコーラスやります。うん。一応ワンコーラス目標でやっていきます。というわけで、ハモネプのようなアカペラを目指して頑張りましょう。はい、よいスタート。はい。じゃあまずは、うん、イントロ。イントロ。はい、行こう。どこ歌う？見える？これ。ちょっと見える。大丈夫。マリアが、うん、上のパート。ドでいいんじゃないかな。うか。うん。もうなんか面白そうだから音階でやってみろ。ごちゃごちゃになんない。なるか。歌詞がね、ごちゃごちゃになっちゃうよきっと。じゃあうで。うで。あ、私は下。ちょっと練習タイム。ラミミドドララシレ
い、お願いします。はい、せーの。ラミミドドララシレファミミレミ。あ、やっぱいいんじゃない。やっと一回できた。これは長い道のりだぞ。本当だよ、イントロだぞまだ。ちょっと最終確認でもう一回いいですか。うん、うで歌わなきゃだしね。そうだね。はい、せー、あ、ここだけメトロノーム使うか。あ、使う、出番。うん、どのくらいのスピードでやる。はい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 、こんぐらいな。ぁ、なんて書いてあるかな。書いてないか。72とは書いてあるけど、まあでもやりやすいやつで。あ、でもそんぐらいだね。うん、あ、ちょ、めちゃめちゃめちゃ、よし、よし、1,2,3 入りいくね。うん、1,2,3。ミスった。うん、じゃあ聞いてみよっか。一回聞いてみる。ちょっと探りながら歌ってる。ああ、ほんとだ。さあ、私の声も近いからな。そうだね。まあでも逆にしたいな、これ。私小さめに歌う。もう一回いいですか。もう一回やる。もう一回やろう。もう一回やろう。うん、いきます。はい。じゃないですか。どうですか。おお、感覚的にどう。めっちゃ響く。感覚的にどうだった。大丈夫だった。私も大丈夫だった。次行く。自分が、うん、次行こう。次行こう。よし。行きます。